やってやるぜ。うよっ。着いた。おい、あいつあの商人じゃねえか。なんか様子がおかしくねえか。ひとまず声をかけてみるか。
だから俺はもうやめるって言ってるじゃないか。ああ何言ってんだお前。アニキンさんの弟だから使ってやってるのに調子乗りやがってこの野郎。 お前たちももうこんなことはやめるんだ。てめえどの口が言いやがる。どうやら痛い目に遭いてえようだな。覚悟しろや。おいな、てめえらは麦わらの一味。このさん仲間だったんじゃねえのか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。俺たちを邪魔しよってんなら、てめえらからやっちまうぞ。おいおい、お前ら一度俺たちに負けてるだろう。そんなの関係ねえ、覚悟しやがれ。お前らがその気なら受けて立つぞ。どこにいようが撃ち抜く。本領発揮だ。ウソっぺたりだ。さあデッドギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィング。ここが正念場だ。覚えとけ、俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だ。もっと強くなるぞ。俺は海賊王に。どうして俺を助けた。あいつらが気に食わなかっただけだ。まあこういうやつだ。あんまり考えすぎない方がいいぞ。この前は悪かった、許してくれ。んなことはもうどうでもいいんだよ。いや、よくはないだろ。それよりお前が言ってた良かったってのはどういう意味だ。毒キノコを渡してきたのはお前なのに、ゾロが助かってホッとしてただろう。まあさっきのやりとり見てたらなんとなく察しはつくが。本当はあんなことはしたくなかったんだ。なんか理由があんのか。最初はその日の食い物にも困る生活から抜け出そうと兄貴が始めたことだったんだ。兄貴は昔から体が丈夫で喧嘩にも強くて、ある程度の海賊になら勝つこともできた。そいつらを捕まえて海軍に引き渡す。俺は兄貴の手伝いをして生活費が稼げればそれでよかったんだ。じゃあ最初は兄ちゃんと二人で賞金稼ぎをやってたってことか。そうしてるうちにいつの間にかその辺の荒くれ者たちが集まってきた。兄貴はそいつらを束ねるようになって欲深になっていった。そして今回みたいな卑怯な手口を使ったり、海賊以外の金持ちも襲うようになったんだ。そりゃもう賞金稼ぎじゃなくてただの賊だな。俺はもうこんな生活は嫌だ。兄貴にも早く足を洗ってほしい。兄貴にはちゃんと言ったのか。もちろん言ったさ。でも聞く耳を持ってくれなかった。だからって俺に兄貴を見放すことはできない。今俺が生きていられるのは兄貴のおかげだから。恥を承知で頼む。兄貴を止めるのを手伝ってくれ。そう言われてもな。こいつの願いを叶えねえと俺たちの力も戻らねえ。やるしかねえだろ。
まあ一番迷惑かけられたお前がそう言うなら。よし、おっさんの兄ちゃんを止めりゃいいんだな。ありがとう、本当にありがとう。そういや、おっさんの兄ちゃんはどこにいるんだ？兄貴は仲間を引き連れてこの町に戻ってきてる。今は確か南の裏通りあたりにいるはずだ。よし、さっさと行くぞ。ゾロ、お前は迷うんだから前歩くんじゃねえ。港へ行く道の途中に噴水があっただろ。それが分かってりゃ迷わねえよ。あ、おめえにそんな知恵があったとは。そういえばシャボンディ諸島でも似たような知恵を絞ってたな。すまねえゾロ、疑っちまった。よし、行くぞお前ら。何？毒で倒れてるんじゃねえのかよ。知らねえよ。つうか、なんでお前がそいつらと一緒にいるんだ。俺はもうこんなことは終わりにする。何言ってんだ。俺たちを裏切るってのか。裏切るわけじゃない。もうやめるって言ってるんだ。兄貴にもやめさせる。そんなこと本当にできると思ってんのかよ。よし、こいつもまとめてやっちまえ。やるか。よし、かかってこい。ギアセカンドゴムゴムのジェットウィン。刃こぼれすら己の恥だ。やらせねえ。すぐ行く。半量発揮だ。必殺火炎星。まだだ。ゴムゴムのガトリング。うぅ、俺を狙ってるのか。俺様は勇敢なる海の戦士、キャプテンウソップ。おいおい、こりゃ何の騒ぎだ。兄貴、ようやくお出ましか。こいつがおっさんの兄ちゃんか。お前どうして麦わらの一味と一緒にいるんだ。兄貴、こんなことはもうやめよう。これからは商人として真っ当に。
笑わせるな。この間もそんなこと言ってたが、大体誰のために俺がこうして賞金稼ぎをやってると思ってんだ。これまでのことは感謝してる。でも最近はいくらなんでもやりすぎだ。海賊以外の人まで襲うなんて。うるせえ。この世は金だ。金が手に入れば何だっていいんだよ。そんな。こいつ全然話を聞かねえな。弟がこんなに必死になってんのに。話を聞かねえのはそこの愚弟の方だろ。弟なら兄貴の言うことに黙って従っておけばいいんだよ。そんなのはもうできない。このわからず屋が。いいだろう、叩きのめしてしつけ直してやる。そんなこと俺たちがさせねえ。笑わせる。こっちには数がいるんだ。全員でかかれ。あっちがその気なら俺たちは相手してやるだけだ。この感覚は。ああ、力が湧いてくる。よし、行くぞお前ら。試してみるか。刀がうずき。行くぞ。おう、援護は任せろ。必殺ゴムゴムの立ち火炎星ピストル巻き。これからだ。いけるか。お前らに任せた。ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカー。俺は海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。こいつ根性あるな。弟の言ってた通りの丈夫さだったぜ。兄貴、ボロボロになったのはいつ以来だろうな。俺の負けだ。俺たちはもう飢えてただけの子供じゃない。こんなやり方じゃなくたって生きていけるよ。だからお願いだよ兄貴。くそ、わかったよ。俺だって引くに引けなくなっただけで、お前にそんな顔をさせたいわけじゃなかったんだ。兄貴、よかったなおっさん。ああ、本当に本当にありがとう。いいってことよ。弟に感謝するんだな。ああ。お帰りなさい。今度も無事に記憶のほつれを直せたみたいね。なんか大変だったけどな。でもおっさんたちが仲直りできてよかった。あれってそういう話だったか。
いいもんがあるじゃねえか。